聴観チェック8月6日火曜日配信分です5秒前4、3おはようございます時刻は9時20分になりました8月6日の火曜日聴観チェックを今日も天禄天子森スタジオからコモさんがお送りをしてまいります 今日はもうお伝えしたいことが実はてんこ盛りでございましてまず8月6日今日は広島原爆落とされた日であります広島の平和記念公園のあたりでは当然式典が行われているわけなんですけれどもその周辺でどんなことが起きているのかっていうのを私の勝手に友人とさせていただきますが。 元朝日新聞の宮崎園子記者、今、広島在住でありまして、彼女がこんな状況になってますよと、ツイッターに上げて貼る動画がございますので、ちょっと広島の様子を見ていただきますか、NHK の中継などでは出てこないシーンでございます。直ちに無届けの習慣をやめ、 応援内から退去しなさい今広島中央警察署長から依然として、うん、公園内において無届けの集会を行っている君たち、はい、君たちに<ー>重ねて警告する直ちに無届けの集会をやめ<ー>公園内から退去しなさい はいというようなことで、排除された人たちが、まあ、規制区域外のところで抗議の声を上げているということでございます。うーんまあ、私あの、大声を上げてっていうことについては、基本的にそういうことはしないタイプの人間なんですが、権力の側が、まあ、何をやってるのか、あとでまた宮崎苑子さんが書いたですね、 JP プレスの記事をご紹介しようと思いますがその前段といたしまして今広島、えー、どういうことが起きているのかっていうまあ、警察との兼ね合いもそうですし広島市長が平和都市広島ハト飛ばしてそして全国からあ修学旅行の子どもたちがやってきてという イメージの広島でありますけれども、実態は広島市政がどんなふうになっているのかっていうようなこと、しかも、その広島出身の岸田総理が何をやっているのか、東京生まれ、東京育ち、東京で仕事をしてきた広島出身の岸田総理大臣、えー、出身地ロンダリングっていうんでしょうかね、まあまあ、後ほどお話をさせていただきます。 で新聞全紙買ってみようと今日も思いましたがやめましたというのも,もうど,どの新聞もこれですから、はい、皆さんのところに届いている新聞も日経平均株価4451円安というこのニュースが大きく報じられているかと思います、えー、9時にスタートいたしました本日の東京市場はどうなっておりますか。お と今見ましたら、1000円以上上げてますね。えー、あ,あ、そうですか、まあ、個別の銘柄では上がったり下がったりしておりますが、取引開始直後は今、ポンと跳ね上がっています。20分前の数字でしかありませんが、ええー、となっておりますですね。うんで えーまあ、正直あの、そんなその株価が暴落して、まあい,いや、もうこ,ここ数日で1万円ぐらい平均株価が下がってるわけですから、それはもうえらいことなんですが、あの直撃して、もう河野さんの話なんかもう聞,聞,聞く余裕ないねんっていう方は、多分ごく一部の方だと思いますので。 なんか分からへんけど右往左往してはるから自分も大変なんかなという人がまあまあ圧倒的に多くてもちろん経済全体の流れにも影響してきますので誰一人この株の暴落から逃れられない問題ではもちろんあるんですけど直撃弾を食らっている人っていうのはまあ本当にごくわずかだと思いますのでまああのこんな暗いニュースがあるからといって 自分の気持ちを暗くする必要はないのかなというふうには思っております。私にももちろん大きな影響が及ぼされてはおりますけれどもですね、はい、えー、プライバシーなので申し上げませんが、それはそれはそれはえらいことなんですけれど、まあ、ああもっともっと行きますよと、お客さん、今買い時ですよと、もう四4万円行きますよ、4万円超えましたよ、まだまだ行けますよって言ってお客さんを煽っていた。 利他の心なんて何一つない、利己心の塊の金融機関の営業マンの皆様、えここまで円安が来てますからね、まだまだ円安になりますよと、ドル建てでやったら、もうさら、日本のですねこの低い金利で預けたたって何にもなりませんから。 空投資にやっていただいたりですね、でもうドル建てでやっていただきますと、空もそれがもう10円円安になったら、それだけでもうね、もう金利どころの話じゃないですからと煽っていた証券、銀行の、はい、あなたのことです、今ご覧のあなた、両親の呵責に耐えかねていますか、どうですか。 えー、そんな口車に乗って買ってしまった人、はい、自己責任でございますね。えー、いやー、ほんまに、えー、あの時に信じないで、うちの兄弟はそういうことやりませんと言って、本当によかったなと思ってますね。えー、でねで、まあ、こんなこと高いコンサルティング料を払わなくても、 無料で YouTube で私のを見ていただきましたら分かることなんで私のお話できる範囲で自己責任で聞いてくださいね今はまあ株価こんだけ下がりましたとで昨日のブラックマンデーブラックマンデー超えてるんですからねすご,いです,すごいですよねええー、ブラックって真っ黒系の系なんですがそ,それ以上の真っ黒系の系なわけですから赤字か黒字かでいうと黒字の方がもちろんいいんですが 日経平均株価の昨日の個々の銘柄について、えー、こちらのページに出ております、26ページ、27ページ、今日は日経新聞を買っておりますが、別にどこの新聞を買っても同じことでありまして、えー、この白抜きの字になっているところの銘柄が全部下げてるわけですね。で、まあ、平均株価で4000円を超えるその下げなんですが、 でも、上げてるところはあるんですよね。えー、じゃあ、あそれ買えばいいのかって、まあ、そういう単純なことではないんですが。日本駐車場10、108、えー、107、あ、違う、これも下げてるか。年は、ね、年初来安でですね。上げてるところはありますかうん。あと。上がってるところも。 何かえっ全銘柄で上げてるものはえー、っとプラマイゼロはあるかうんまあまあまあいいんですわええ えー、構造ホールディングス18円1円安もともと18円かいや19円 <laughs> まあ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 そんなものは置いといてであのー、基本私がまあこれも教えてもうた話ですが、あのー、株は最安値で買って最高値で売れる人なんていませんので、えー、割安な時に買って でずっと持ってるか割高な時に売って再起を得るというのが基本ですね。えー えー、もちろん株を借りてとか信用取引とかいろいろあるんですが、はいあの、上がったところありがとうございます、まあ、どうぞ参考になさってください、まあ、もう,もう競,競争場が動いてるんで、えー、あまり役に立つ情報でないのかもしれませんが、まあ昨日の中でも上げてるところはまあ,あるということなんですが、まあ、その個別銘柄の話じゃなくて、割安で買って割高で売ればいいと。ね でまあそれが、再起が10万円、何十万なのか、何百万なのか、何千万なのか、何億なのか、でまあこの数日間の急落で、ですね信用取引なんかも含めて、もう破産してる人のも大勢いてはるという中で、えー、まあ今、こんだけ下がってるということは、逆に仕込む、今、 余裕があるならば、余裕があるならば、数日前に買ったら、4万2千円やったり、4万円やったりしたもんが、今、3万2千円か3千円で買えるんですから、そら、ね、おんなしもんなわけで、おんなし株券なわけで、おんなし株券がそんだけ安くで買えるということは、まあ今、余裕があるならば仕込んでもいいんですが、まだ,まだ多分しばらく、まあ、もちろん上がったり下がったりなんですけど、 えー、下がるるろううというふうに思われるわれけですねでそなぜかというと一つはこれも私でも言えるぐらいのもう経済の基本ですよ。ね、一つは日本株、まあ、今の話してるのは日本の株の話ですから日本株は円安やったんで。 1>, 1ドルが100円やったものが120円になって、140円、50円になって、160円までいってたわけなんで、海外からすると、1ドルで買えるものが安かったわけなんで、わかりますよねかかそそ、そこの説明からせなあきませんか、えーあの、マクドナルドのハンバーガーが1ドルだとして、えー 逆,の逆でいかなかんのか、<laughs> あのえー、100, 100円のマクドナルドだったとして、1ドル100円やったら1ドル必要だったものが、1ドル150円になったら、70何セントで買えるっていうことですから、つまり日本のものは安く買えたわけですね、円安なので、えー、だから日本の株を買うといたら安かったから、安いから買うてたんです。日本の企業が成長するかからとかじゃなくて どんどん円安になればなるほど140円が150円に150円が160円になればなるほど日本の会社がそのままであったとして株価が変わらなかったとしても将来性がなかったとしても為替が円安に触れるということで海外の投資家からしたら日本を買うといたらよかったんですが今ま,あまたこのタイミングで利上げという。 ここととをしてししてまったりしたり、まあ、結果責任は問われるのかもしれませんが、まあ、このタイミングで利上げもし金利差が少なくなりで160円ぐらいやったものが一気に140円台まで今円,円安円高でい,とというと円高、まあ、まあ我々の感覚からするとまだ円安ですが140円台まで円高が進んでしまったということは海外の投資家にとって日本の株は 割安やったものが割高に触れたわけなんで、そんなん持てたってしゃあないわと思って売るわけですよね。で海外の投資家も、ぎょうさんうてますから、だからそれをもう売りに出すわけです、もう儲け出たから、儲けちょっと減るけども、儲けちょっと減るけど、いつまでも持てたら、もっと儲けが減って、あかんなってしまうから、とっとと売ってしまえって言って、海外の投資家は売ります。そして一方で、 まあ、みんながみんな営業マンに乗せられてというような情報弱者ではないとは思いますがまだいけるまだいける、ね、株はもうはまだなりまだはもうなりというんですがまだいけるまだいけると思っていろんな形の金融商品を買ってきた人たちがこの暴落で大損をこいています大損をこいていてでもその取引の何日か後に耳揃えて払わなあかんっていう そういう、今、目の前に現金がなくてもいいけど、4日後やったかな、あのに、耳揃えて払ってくださいっていうタイプのものが、取引があります、でそういう人たちは、多分何千万とか、何億の単位で買うてはるんで、それを4日後に、何千万、何億、耳揃えて払え、いや、ないです。<laughs> 万歳ですいやそこにあんたの株が現物あるやろうと。この間まで3000円やったけど今1500円半分になってるけどそれあんねやったらそれ売らなあかん。えいやこれだけはこれだけはおじいちゃんからもらったもう大事なうちの電波だみたいなもんなんでザーホー何言うてんねんのお前はそういう取引したんやから。って言うて。 3000円やったものが2000円なり、2000円やったものが1500円なり、1500円やったものが1200円に下がっていっても、それを売らざるを得ないとい,いう、そういう売り物も、本当はそんなに下がるんやったら、絶対何としても何としても置いときたいと思うものを売らなあかんという、そういう売り物も出てくる。海外は円,高か円安から円高になっていってるから、売ろうという売り物がやってくる、押し寄せてくる、海外から。国内でもそういう売り物が出てくる。 なので、えーまあ、これまあそれをどこまで下がりますかって言われても、私、そんな全然わかりません。3万円切るんですかとか言われても、そんなん知りません。<laughs> 興味もないですから、どっちでもいいんですけど、えー、つまり、まだまだ、まだ下がる余地はあるなと。ただ、ガクンと割安のところに入りましたんで、えー あんまり興味ないですよ。あんまり興味ないでしょ。ほとんどの人はあんまり興味ないなと思うんですよ。興味ある人は多分この YouTube 見なくて、えー、ラジオ短波、ラジオ今ラジオ単波で株式式を聞いてる人はいないと思いますけど、はいえー、やってるはずですから、うんこんなコモさんのゆっくりした話を、ゆっくり解説を倍速にしてもゆっくりなのに、えー、聞いてる人はおらんとは思うんですが、まあまあ、そんな感じ。 ですかね、いずれにしましてもこれはあの悪い意味での自己責任ではなくの,の考え方ではなくてえこういう金融商品を買うということは選ぶということはもうまさしく自己責任でありますのでえ私にできることは、まあ、今回 <laughs> 私も、まあ、別に <laughs> 売るもんでもないのでえ別にあの痛くも痒くもない大損でありますけれどあの。 なん,なんですかね、えー、今日一日ニコニコ暮らせていけたらいいのかなと、うん、そんな感じですかねでその他責に今日はその他責っていう他人の責任環境とか相手が悪いマスコミが悪い、うん、こんなことを発信するやつが悪い青ちゃうかっていうそういう考え方 の人たちが世の中をよくより悪くしているなと思うというまあ、何でもかねを自分で抱え込んで自分が悪いと思ってうつうつとする必要はないんですけれどただあまりにもあんたも悪いのにあんたが悪いのに他人の責任にしている人が多すぎというそんなお話でございますちなみに NHK の世論調査によりますと自由民主党の政党支持率が 29.9%と1.5ポイント上がりました。8月の世論調査の結果であります。岸田内閣の支持率が4ポイント以上、JNN の世論調査で上がっておりました。これは内閣の支持率。NHK の政党支持率によりますと、自民党は29.9%、1.5ポイントアップ。立憲民主党は5.2%で変わらず。 公明党 3.3%0.2 ポイントの上昇共産党2.6ポイント2.6%プラスマイナスゼロ変わらずそして日本維新の会2.4%で共産党にひっくり返されました前回の調査に比べて1.2ポイントの下落これを 一点二ポイントの下落、自民党の一点五パーセントのプラスというふうに見ますか。三点六パーセントだった先月が今月二点四パーセントになりました。ポイントでいうと一点二ポイントの下落ということになりますが、三分の一ぶっ飛んだということになりますね。決算報告での 3月でいきますと30%の減益ということになります。経営責任を問われる数字ですよね？他責にするんでしょうか？自責にするんでしょうか？8月6日の火曜日、朝刊チェックスタートでーす。 来てよし、見てよし、こうてよしようこそ天神橋筋商店街天禄天子森スタジオへこもさん、こもりやすでございます今日も元気に天禄へやってまいりましたがやはり暑いと言ったから涼しくなるわけではないのですがくそ暑いですねいや本当に何でしょう毎日 疲れ中やつが取れないな <laughs> と思いもって、ええ、も出てまいりましたが、昨日はもう20年ほどやらせていただいております、ミスタードーナツの、いわゆるはパートアルバイト、働きさんと呼ばれる人たちですね、現場で働いているサービス部門、そしてドーナツ作っているプロダクション部門の人たちの会がございまして、もう毎年やらせてもらっております。 ポートピアホテルで大会がありましたので行ってまいりました。で過去には私の人脈でアシスタントといたしまして亡くなった高井美希さんであったりとか、まあ、大塚由美さんにも来てもらったことがありますしそして古い映像が出てきてびっくりしたんですが向川智美さんにと美さんに来てもらってたこともあったというのでえー ああそうやったかなとすっかり忘れておりましたがここ3年ほど川岸ゆかさん、ギっシゃんに来てもらっておりますはい、えー、この右の人が川岸ゆかさんという、ま、関西でラジオ好きの人しか知らない人でございまして失礼ながら、まま、彼女にお願いをしましてでま会話を行いましたで終わってから まあ打ち上げというのも何なんですが、まあまあ、毎回どっか、ね、どこかお姉ちゃん連れて三宮あたりで、えー、なんか食べてるんですけど。 今年はあの <laughs> 餃子でいいって言いまして、えー、あの高架下の餃子屋さんでですね、えー、神戸ではこうねこういうタレで食べたりするんですけど、はい、でこれを,をそれぞれ2人前ずつ頼んで,で、まあ、ビール飲んだり、えー、サワサワじゃないわハイボール飲んだりしてあの楽しい時間を過ごしてたんですけど、まあ、そんな中で まあまあ、あのもちろん話の内容を全部言うわけにはいかんのですが、あのさんこの話はいいよね、多分ねあね、小梅さん、結婚って何ですかっていきなり聞かれて、まあまあ、私よりもだいぶ若いですね、ではい、私と技師さんには、なんらそういう皆さんが想像されるようなあもうおさわりの関係はございませんので、でもまあまあ、まあね、女の人と話してた時に、 言ったって私ももう63ですし、結婚してからもうかれこれ40年近くなるわけですから、うん、まあまあ、なんか、そういう話をするのも、なちょっと特に彼女が悩んでるってうことでもないんでしょうが、小西さん、結婚って何ですかねって言って、まあ、何なんですかねって言われてもど、どう答えます、皆さん、もしぎっしゃんに、ぎっしゃんにですね、 結婚って何ですかって聞かれたら、まあ、おそらく多くの人が結婚されている方、まあ、まあ,あるいは離婚されたり死別されたりしてそれぞれの。 音が今聞こえていませんでした音が聞こえてなかったようですね。途中から、途中から音が聞こえてなかったみたいですね。今、これで音は聞こえましたかこれで音出ましたね。はい。わかりました。えー、っと、はい。今、ちょっと切り替えます。少々お待ちください。 はいえー、すいません、今あ、メカニカルな問題、ソフトウェアの問題かもしれませんが、今、どこまで、今、どこまで話してましたど、どこまで、どこまでのところが聞こえてたか、ちょっと教えていただけます、ギッシャンの話をしてたんですが、今からちょうどええ話をしようと思ってたところで、えー、機材トラブルがあったようなので、ど,どこまで、どこまで。 どこまで話聞こえてましたそれを教えてください。どこまでか。あ、多くの人は結婚ということですね。はい。わかりましたえ。では。はい。わかりました、わかりました。はい。えー、チェック、チェック。チェック、ワン、ツー。ハっハ大丈夫ですね。 これで音いってますね、はい、あー残念ながらこの今せっかくええとこやのに音が出へんようになったから100人ほど消えてしまいましたねもったいないな結婚とはっていうところですねで義者、えー、に聞かれたんですよ「結婚って何ですか?」って聞かれてで、まあ、おそらく多くの人がそんなことを意識せずに結婚生活を続けていらっしゃったりもう終えられたり。 やは亡くなられたりっていうことだと思うんですけどで義さんに気の利いたあのことが言えなくてちょっとどうしようかなと思ってたら今朝私の目の前に所ジョージさんの結婚観が出てきましたんでこれを義さんに捧げたいなと。 えー、安いギャラで来てもらったので,です、ねはい、そこであのなんとか技師さんにノイズというのはすみませんあの、えー、聞けないほどのノイズが乗っているということでしょうかえノイズ乗ってるって アサヤンさん、えー、これはど,どういうことでしょうか、もう一回、もう一からやったほうがいいということですか、ちょっとあの、えー、聞こえてるんですか、聞こえてる、大丈夫ということですか、ノイズが乗ってるというのは、その人と固有の問題ですかね。あ、じゃあもう、はい、すみません、これ、無視します。はい、<laughs> せっかくいえ話なんですが、ごめんなさいね。 でうんその所ジョージさんのお話でございます。義者に捧げます。そして多くの、えー、結婚とはということを意識せずに暮らしてらっしゃる先輩たちにも申し上げます。こんなふうに所さんは言ってあります。ちょっと栄光がかからないのでお許しください。神さんの笑顔を長い時間 見ていたいからそのために結婚したんだからかみさんが笑顔じゃない時はすべて私が悪いのでありますかみさんがいつも楽しそうにしながら年を重ねていく姿を見ることができるということはスペシャルな特典なのです夫婦といっても そもそもは他人同士暮らしていく中ですれ違いやマンネリはどうしたって生まれます相手は自分じゃないのですから自分の思う通りにいかなくても当たり前そこで腹を立ててしまうこともあるかもしれませんでも私はかみさんと喧嘩になんてならないのですなぜなら 笑顔が見たくて一緒にいるんですからなんだそうです <laughs> なんだそうですところジョージさんはですよところジョージさんはそう,うおっしゃってるということですはいえー、ギシャン生でええええ 今まで聞いてないいですよね聞いてたら何か書いてきてくれると思うんで <laughs> あ、まあ、そんな人も中にはいるっていうことですけどねあの押し付けません押し付けこの考えを押し付けられても困りますし押し付けもしません、えー、よそはよそうちはうちでありますからあの皆さんで考えていただければいいんですがあのやっぱりあの 僕はなんで,でところジョージさんをあの理想の上司で上位に入れる人がいるのかなっていうのが正直不思議で、えー、イチロー選手の時にも理想の上司で来てて、まあ、こういうアンケートっていうのはまあ実にええ加げんなもんやなと、うん、こ,んなんこんなアンケート出して何が嬉しいんやと思ってまあねあの ラジオとかではそういうのを取り上げられたりしますけど、うん、まあペラペラの話としては、まあいいんですが、まあどうなんかなと思ってましたが、こう、まあこれ言われると、なんか、あの <laughs> 理想の、理想の上司、ろ上司っていうのも、なんかちょっとわかる気はしますけどもね。ええー。一方、本日のテーマでございます、こちら。 理想の上司の180度反対側にいらっしゃる県知事でございます。昨日のぶら下がり会見で、えー、兵庫県職員の受験者41%が辞退という、まあ、そのこと自体、例年と比べて5%から5ポ,ン5ポイントから10ポイント多いという程度のことなので、パッとゼロなのに、 斉藤知事の問題が出てきたから4割自体というふうに思わせるのはミスリードの見出しのつけ方だとは思いますがそれにしましても5ポイント10ポイント受験の当日で増えているでその後7月以降ヘタレマスコミも渡瀬さんが亡くなったことをきっかけに少しずつ報じるようになって自分たちがちゃんと報じてこなかったことの責任は あ神戸電鉄の網棚の上に乗せて、えー、走らせてるっていう山陽電車に乗っけて走らせてるっていう、まあ、そういう状況なわけでありますから今やったらもっと減るんでしょうけれどこれについてぶら下がりの会見を行いました。あのー、本当にお願いなんで 記者会見とかは僕ら入れないんでしかもぶら下がりなんていうのは記者クラブの連中しか行けないんであの出し惜しみやめてもらいます僕あなた方のこと信じてないんでもうあの全編皇后共財産としてあのフリーユースで流していただきたいんですがあなた方の商売のためだけに あの編集したりせんとってほしいわって思うんですけどね、まあ、最近は記者会見とかはね県県庁も出したりとかしてるからテレビ局だけが持ってるもんでもないんですけどで、まあ、まあその話はまた別途するにして県職員のえー 受験者数がまあ少なくなったという問題について、あちょっともうちょっとこのマイク外しますね、ちょっとまた音質変わりますが、ごめんなさい、一瞬がりっガリッとします。ははははははは。言ってますね。はい。では 県職員、受験者、辞退者が41%と、例年を5ポイントから10ポイント上回ったという読売新聞などの報道につきまして、えー、斉藤知事に記者が問いかけました。どのように答えたのでございましょうか、昨日の午後2時過ぎ、兵庫県庁内での話でございます。えー、ノーネクタイですが、一応、ジャケットは着ております。では、どうぞ。 少子化を含めたいろんな状況があってあの数字として現れているんだというふうに思います。優秀な方があの採用試験を経てしっかり県庁に来ていただけるように、まあ、我々としてもこれから頑張っていきたいというふうに考えています。はい。というまあまあそんな多分長いやりとりではなかったんだとは思いますけれどもね。ええ、少子化 の影響もあって少子化がとは言ってませんが原因の一つであるというふうに言っております、まあ、どう考えても少子化が原因で定員60人に対して受験者の数が減っているとそもそもあの願書を出した人の数が減っているというのならば少子化の影響というのは当然あろうかと思います 60人の採用枠に対し、639人の応募がありました、これが前年比多かったのか少なかったのかということは記事では触れられておりません、これが減っているならば少子化の影響ですねと、去年は1000人も応募があったんですが、今年は639人で、少子化ですからねって、まあ、そんなに子ども減ってへんやろうとは思いますけども。で 6月にありました筆記試験を受験したのが639人のうち377人、辞退率が41%に上ると、ただまあ、昨日も神戸大学の子と話してて、あ私あ私、銀行に勤めることになりましたっていう子男の子と、私はエンジニアになりますっていう子がいまして、まあ、まあ、それは昨日聞いた話ですから、どのタイミングで内定が出たのか知りませんが、一億円も受けとこうとは思うけど、 まあ先に決まったところがあるからといって辞める人もいるので必ずしも斎藤さんのもとでは働けませんという人でないのは当然の話なんですが5ポイントから10ポイント高くなりました受験辞退する人が。これを自分が引き起こしている県政の混乱が大きな要因であるとこの人は思わないということですね。 そこで出てくるのは、まあ、などって言ってるやないかっていうことなんですが、少子化を含めていろんな状況があって、数字として表れていると思います。優秀な方が採用試験を経て、しっかり堅調に来ていただけるように、我々としてもこれから頑張っていきたいと考えています。その我々の中に、あなたが入っているから問題なんです。我々は、我々は斎藤一派だっていう、その斎藤さんと、 今もうご病気でお休みになられている井本さんやあ、まあ、いなくなりましたけれども片山副知事やらのですね我々はやめますと言ってくださったら四角い二角が丸く収まるんだと思うんですけどもその考えには全くなっておらずこれから頑張っていきたいっていう。 そのあなたがこれから頑張っていくって言ってることが、あなたがこれから頑張っていくって言ってることが、問題をより根深くさせているのだということなのでございますが、この人には、いわゆる自責の念というのがなく、自分は悪いんじゃないと、大きい声を出したこともある、机を叩いたこともあるが、それは適正な指導であるのだ。 我々は,あはとはと言ってあるんで、つける薬がないんですけれど、えー、兵庫県の市,市長会ですね市、市長の皆さん、丹波篠山の酒井市長が言いました、丹波新聞によりますと、明日7日に神戸市で兵庫県市長会、 の会会長ををを務めていいいるんでですすすすが、えー、臨時総会を開きままととと意見交換を行いますということですあくまで意見交換の場であって、百条委員会での調査が進んでいるので、市長会から何かの結論を出すものではないんだけれど、知事への要望を真摯に受け取ってもらっているのか、いや、真摯に受け取っていると言ってありますよ。<laughs> 真摯に受け止めて、右から左へ耳に抜けていってますと言ってありますけれども、県と市や町が一緒になったり、取り組みができているか、課題を感じている市長が多いと。県政は市だけ、市単独ではできない大きな町づくりをする大切な役割があるんで、そのためには知事がもう正しいその指導力を発揮してもらわないといかんと。 今の状況で県政が停滞しているのは間違いないというふうに言ってあります。県と市は上下関係ではなく対等な立場でなければならない。まあまあ、それはまあ建前としては分かりますけど、まあ、それはね、国、県、市、町など、そこはまあ、やっぱり順番はありますわね。お金の流れの問題もありますし。今回を機にきっちりとした関係を作っていきたい。えー、ということを言ってあります。まあ、 あ何でもかんでも面白おかしく伝えたいマスコミはここで兵庫県の市長会が斉藤さんに辞任を突きつけたっていう、まあ、そういう見出しでクリック数を稼ぎたくなるんでしょうがまあまあどうなるのか分かりませんけどねそれぞれ斎藤憲政維新への近さも詩によって違うかとは思いますんで。 あと、まあ、あのよかれと思ってあの、多くの方がですね、えー、島根県の丸山知事が会見で起こりはりましたよと、まあ、記者から問われての話なんですけど、記者から問われて、かなり土器をはらんだ言い方で、えー、斉藤さんのやってることを、報じられてることをベースにということで、もちろん丸山さん自身が調査しているわけではありませんし、週刊文春によりますととかっていうことで、かなり強く、 言ってはります小森さんまあ知ってはると思いますがあこのこと言ってはるんで見といてくださいねっていうまあ何人もの方にコメントとかツイッター欄からで言っていただきましたあのそのお気持ちはすごく分かって今から言うことはそう言って良かれと思って言ってきてはる人の神経は逆なでするかもしれないんですが僕まあもちろん見ましたもちろん見て聞いてるんですがで 駒さ,さんが言ってることと丸山さんの言ってることと一緒ですやんと、えー、まあまあいやよ,かよかったですねというようなニュアンスでおっしゃってきてるんだと思うんですが僕ちょっと違う捉え方をしてましてまあまあ言ってることはほぼ一緒で別に僕が先に言ったとかっていうことを言いたいんではなくて、まあ、実際当たり前のことを言ってるんですね。 まあ、当たり前にはもちろん幅があるんですが維新の考える当たり前と自民の考える当たり前と共産の考える当たり前が違うっていうところに議論が生まれるわけなんですけどうもうこの斎藤県政斎藤知事の人間としての問題シ,システムとしての問題斎藤知事を見越しに乗っけていた我々はの問題うもう明らかなんで。 丸山さんと言ってあることはもうその項目としてはもうその通りなんですよねでまあ私も響きながら言ってきてたことなんですよただなんかまあネットのニュースの取り上げ方もそうですし丸山さんが言ったっていうことでほらっていう人を のの感覚っていうのがあるのかなと思ってね。まあそれは47都道府県の首長の中であの県の人口から言うとね鳥取県に次いで少ないんですかね島根県両方足したかった130万ぐらいでしょえ大阪で言うたら堺市と枚方市と根屋川市足したぐらいのことにしか両県合わせてもならないようなまあ過疎の田舎の県ですよねでも あの国に対してしっかりものを言ったりとかっていうのはこれまでも丸山さんはしてはる人です鳥取県の知事もそうですよねでおっしゃることは全然いいんですがつまり自分で考えて自分の違和感自分の違和感センサーとか自分の頭で考えてこれは間違ってると思うそれが人によって違うそれは構わなくてただ ほらコモさん丸山知事がこんなふうに言ってますよって言われるのが僕はなんかそこに違和感があってそれ別に泉房穂さんが言ってようが橋本徹さんが言ってようがいやあのそれによって誰が言ったかによって社会的な動きは違うし当然のことながらニュースの取り上げ方も違うし僕がなんぼ言ってたかって。 すね <laughs> って言うんじゃないけどすけど僕がなんぼ同じことを言ってたかってヤフーニュースは取り上げませんが丸山さんが言ったことでヤフーニュースは取り上げるしでそれを見てよかれと思って「駒さんこんなふうに言ってありますよ」って言ってきあるんですけどそれは結局何を言ってるかっていう中身の「何を」じゃなくて誰が言ってるかっていうことにつながる反応だなと思って。 僕は冷静に聞いてたんです冷静にその近藤さま知事がこんな言ってますよって言われたことに「ああそうですか!」って「いや嬉しいです」「ありがとう」「教えてもらってありがとうございます」ってんでわざと言えへんかったかっていうとそれは誰が言ったかっていうことに重きがいってて何を言ってるかっていうその中身の問題でないところでみんな動いちゃってるところがあっていや世の中そんなもんなんだと思うんですけど。 それは木原誠二が言ったから意味を持つ言葉っていうのがあるようにですねそ,れはそんなもんなんのは分かってるんですがそれはまあ飛躍してると思われるかもしれませんが朝日新聞が言ってるからとか神戸新聞が言ってるからとか NHK で聞いたからとかっていうその権威につながるところがあって。 誰が言ってようが間違った情報であれば別ですけど間違った情報でな,いなければ僕が言ってようが僕よりも知名度のない人が言ってい,いようが知名度のある人が言ってようがそれは関係ない話で何が問題やって言ってる,ってるかっていう話なんでそこはねちょっとせっかくせっかく。せっかく あの言ってきていただいた方になんか嫌ごとに聞こえると思うんで言いにくかったんですけど僕がまあ丸山さんのやつは聞いたしまあもっともやなと思いましたが「あーあー世間ってそういう形で動くんだな」といやも,うもういくつか流れてきてる「赤穂新聞」を読みえねその渡瀬さんに近かった人たちのツイートを読み していたら斎藤知事のやってきたことをその一個一個そのワインがどうのこうのというそういう話じゃなくてもう根本的に間違ってるよねっていうことは分かると思うんででも僕は,僕はそれをずっと3月から言い続けてるんでそれを知名度のある人がとか新聞が取り上げたからとかっていうそういうそのブランドというか、うん、そういったところで人々が。 の反応がががポーンと上っったり下がったりり下現実そうなんだけどそれはいかがなものかなと思っているということですかね。うん、であの、まあまあ、今の話してマザー・テレサの言葉をこれから言うんですが、まあ、あのその誰,誰が言ったかではなく何を言ったかの意味でマザー・テレサの言葉とされているものを ご紹介をいたしますまマザー・テレサ自体が、ま、あの大きな賞ももらってはる人なんですが実態どうやったかっていうことについて皆さんが思ってらっしゃるようなえー、人ということでもないというのを知ってますんでだからまあそ,そこはもうあの横へ一旦置いといてですよ。マザー・テレサの名言とされているものの一つに今回のこと。 斎藤さん、一派につながる大事な言葉があるなというふうに思ってご紹介します。ちょっと今日は今、エコーがかからなくなっているので申し上げます。思考に気をつけなさい。思考というのは頭の考えることです。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。 つまり考えてしまっていることというのはいつか言葉として発してしまいますよ。口にして、文字にして、ツイッターのポストとして。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動、行いになるから。 行動に気をつけなさい。それはいつか習慣。毎日やってしまう。習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。自分の性格。いい性格ですか悪い性格ですか習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。 正確に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。だそうです。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。 正確に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。斎藤元彦さん、もう一度思考考える原点に戻らないと、ペラペラの言葉しか発せられなくなり、その言葉に気をつけないでいると、そういう行動しか取れなくなり、 その行動に問題がないと思っていると、それが習慣になり、パワハラ、おねだり、習慣になり、その習慣に気をつけないでいると、それがあなたの性格になり、その性格に問題なし、悪いのは他人だと思っていると、それはいつか運命になっています。あなたの運命、今直面していることはすべてあなたの 思考から始まっているでしょうまあまあまマザー・テレサでなくてもいいんですけどマザーテレサのの言葉とされているものですねだからその根っこのところのことがきっと大事なんでそれをマザー・テレサが言ったとかコモさんが言ったとか丸山知事が言ったとかなんとか新聞に書いてあったとかというそういうことじゃなくってその。 本当の意味のところですっていうことですね。うん、まあどう受け止めあろうが便ンの壁に貼ってあると思う人はその程度のこととしか思わないんでしょうしその思考があなたの運命を決めるのだとミズニャンには申し上げておきましょうか。時刻は10時13分。で その言葉と思考の問題なんですが、フワちゃんの話です。まあ、昨日案の定出てきました。おうさん、ええこと言ってるけど、話題を選べよ。しょうもない、バカタレントのバカな発言、そんなん入れる必要ないでっていう、まあ、これもよかれと思って書いてきてるおっさんなんだと思いますが、今日も見てるかもしれませんけど。 まあ非常にバカ,ああバ,バカって言ったらダメですねその思考が言葉になってしまいますからえそういった方もいらっしゃいますよねええー、松本人志スイートルーム事件をやってた時も「おもさんせっかくいろいろとニュースのことやってるのになんかもうしょうもない芸能界の話下ネタの話してるからそれは見いひんねん」とはご丁寧に言ってこられる方ありまして私の中では 政治を扱っていようが事件を扱っていようがこういうことを扱っていようがそれは人間の持つ本質の話であったり社会の制度の問題であったり権力を持っている人物なり組織なり電通なり放送局なりがどのように動いていくのっているのかそれは許される話なのか許してはならない話なのかっていうことで通じていると思うから私は。 交渉に喋ってているわけでありましてそれをただフワちゃんとか松本人志っていう名前をだけを聞いて私の話を聞いていない薄っぺらい人を相手にするつもりはないのでこのフワちゃんが誤って結局昨日の「オールナイトニッポンゼロは放送されませんでした代わりの番組がミュージックスポーツ やったかな <laughs> まああいうペラペラのオリンピックでこんなことがありましたねあんなことがありましたね言って、えー、ペラペラの古いアナウンサーの方がペラペラの内容だと、まあ、分かりながらとりあえず急遽やれって言われたんでやってらっしゃったんだろうなと思いますけれどでどんなふうに言うのかなと思ってフワちゃんの問題についてでフワちゃんの「オールナイトと日本ゼロの時間ですが。 今週はお休みをいただきまして、皆さんもご存知ですよねって言うから、フワちゃんの,その暴言の話をするのかなと思ったら、皆さんもご存知ですよねって、パリでオリンピックが今盛り上がっていましてって言って、そのままオリンピックの話に入ったんで、結局、全編1時間半聞いたわけじゃないですが、冒頭の5分、10分のしゃべりを聞いていると、日本放送としては、事務所側の意向もあったでしょうし、本人も出られる状況じゃおそらくないんでしょうが。 生放送の「オールナイトニッポン z e をからフワちゃんを昨日外したわけですね。で外して別のものを急遽はめ込んだ、まあ、急遽やれって言われたらそり数時間で用意せなあかんかったらあの程度の内容になるのは分かりますがまあそれでもね例えば屋敷隆治さんの亡くなったのを特番でやるでって言,って言われて。 じゃあまあそれはほんと数時間の準備でしたけどそれはやっぱり準備してそれなりのことはするんですけどまああんまりそういうところは感じませんでした少なくともフワちゃんの,その暴言を吐いたっていうことについては何ら何ら触れることもなくまあまあ大人の世界ですからそんなも,ん,なもんでしょうねそんなもんだと思うんですけどでえその変わりはなんぼでもいるっちいう話なんですよ。 システムで動いているものはねそれは新聞であろうが放送であろうが堅調であろうがやっぱり悲しいかなあるいはありが,ありがたいかなですけどなんぼでも代わりはいるっていうことですよ。まあフちゃんがやってた時とラジコの数字で見て昨日何人多かったのか少なかったのか分かりませんけれどしかし別にコンテンツとしての番組は フワちゃんんがいなくたってでできるんですよ松本人志さんがいなくたってなんやかんやいやあさらまちゃんがいないと寂しいっていう人ももちろんあると思いますがうやっぱりもう粛々粛々と番組なんてあの進んでいくもんなんで改めてもう昨日の朝の段階で僕は言ってたと思いますがもうフワちゃんはタレントとして再起することはないでしょうおそらくねそれは別に彼女を追い込んでほらざわみろと。 このバカタレントがっていうことが言いたいんじゃなくてその人々にエンターテインメントを提供するという仕事例えばこれがお魚屋さんがお魚屋さんとしての仕事をするあるいは学者さんが学者さんとしての勉強をして論文を書くということと何らかの暴言を吐いたとかっていう不祥事があった時にそこはそ,それはそれこれはこれと切り離せる部分が あるかと思います魚屋のおっさんがへよこいだぶりで、まあ、まあしょうもないこと言いましたけど何かやったところで、まあ、魚屋さんとしての仕入れや売りはや,やれると思うんですがふわ、えー、ちゃんのやってきた仕事彼女がそれを仕事と思ってたかどうかは知りませんがその世界でもう仕事できない、えー、不可逆的な暴言を吐いてしまったんだと思うのでという意味でですよ。 それはもうスポンサーもしっかり代理店もしっかり放送局もしっかりそしてまあ事務所ももうこれは彼女を出し続けるっていうことはやめとこうという分水嶺を超える発言だったと思うのでそういう意味でもうないだろうなと僕は見ていますまあ出てきはったら出てきはったですごいなとは思いますけどおそらく無理でしょうで結局代わりはいるっていうことですね でだけどやっぱり人として、まあ、昨日ギッシャンが「ギッシャンちゃんと英語と言えるやん」って言いましたけど、まあ、裏垢作る、まあ、でも裏垢作ってる人もまあいるわけですよね一般の人でも,もう今このチャンネルをご覧の方でもツイッターなんかでは裏アカウントを作ってで人のことをねえー、アホだボケだ 死んで前っていうようなことを言ってる人らは何人か必ずいるはずですよねまあまあそのことの是非はまあまあ一旦置いといてうんあの誤爆であったとしてもフワちゃんはやっぱり安子さんにちゃんと謝らんとあかんのですよねその謝り方をどうしたらええんかなと思って昨日から考えてましてもう考えることが考えることが多すぎて。<laughs> 困ってるんですけどあの謝罪マスターの竹中勲さんという人がいましてもともと吉本興業にいてマネージャーやったりとかしてた人でもう今吉本は辞めてはるんですがさまざまな芸人さんの謝罪会見を取り仕切った人でありまして。 で新しい本が出ると送ってきていただいたり、えー、うちのスタジオでお話を聞いたりここでもあの60回ぐらいしか再生されてませんでしたけど対談したりとかそういうのもやってるんですけど竹中さんによりますと、えー、昨日のフワちゃんはね 昨日の私の不適切な投稿により本日のラジオは休止となりました。私自身の投稿でご本人はもちろん投稿を見た方々を深く傷つけてしまったことを心から後悔しています。本当に申し訳ありませんでした。と、一、え、点、ー、のことについて触れてはりまして、え竹、ー、中さんが言っている謝罪には段階、ステップが必要ですという。 こ,とですこうやってある本に書いてあったんですがステップ1命や体に関わることがないかを確認その対応にまず徹する2番経緯戦いきさつ事態を時系列で整理し完全に事実を把握する謝る前に完全に事実を把握するこれ今あのフワちゃんに言ってるようで斎藤元彦さんにも言ってるんですが 1>, 1ヶ月もかからんと思いますんで、8月30日までにもっと早く経緯や事態を時系列で整理し、完全に事実を把握してくださいね。謝る前に、まずそれやってくださいね。ステップ3、集めた事実をもとに謝罪シナリオを書く。ここはやっぱりシナリオ必要なんですね。効果的な謝罪をするためには。ステップ4、原因を究明し、再発防止策をまとめる。 ステップ5直接の被害者に直接謝罪に行くそして記者会見などはステップ6それらをやった上でこういうことをやりましたっていうことを記者会見をするということですこのこの段取りが必要なんだというふうに言ってありますおそらく今回維新も斉藤知事も うん、フワちゃんもこれできてないですよね、ええ。まず命や体に関わることがないかを確認しその対応に徹底をし経緯自体を時系列で整理して完全に事実を把握しその上で謝罪シナリオをその事実をもとに書いて原因を究明して再発防止策もまとめた上で被害者に直接謝罪に行くそれがないとただただ謝ってるだけなんで。 何があったのか、どういうことを謝ってんのか、で、二度としないためにはどうしたらいいのかということが分からないで頭下げにいったってあかんでしょう。で、それを本人にやった上で記者会見をしなさい。これが定石ですっていうふうに言ってあります。これ参考になりますね。うん。もう一人、謝罪マスターと呼んでいいでしょうか。ビル・ゲイツに 日本の土下座について教えたことのある越川さんという謝罪誤りスト <laughs> この段階でちょっとごめんなさいね <laughs> 謝罪誤りストっていう段階でちょっとプッと拭いてしまいましたがこれテレビ東京の番組でお話になってたそうですかつてマイクロソフトで責任者出てこいと言われたら そこで出ていくそういうお仕事だったんだそうです謝罪誤リストこれなかなか大変な仕事ですねコシカワさんアメリカでの会議の時トラブルの解決策について問われていや日本では土下座というものがありましてというふうに説明をしたところ当時のビルゲイツ会長がミスターコシお辞儀と土下座はどう違うんだ なるほど見た目おじぎと土下座どう違うのかこのニュアンスは日本人でも分かってないかもしれませんがまあまあまあ何となく感覚的に日本で生まれ日本で育った人にはおじぎと土下座の違いは分かるかと思いますがビルゲイツにとっっては難ししかったんでしょうねこの越川さん謝罪誤りストとしてクレーム処理を担当しているといろんなものを投げつけられたそうです。 中には、ファックスの機械を投げつけられたこともあるそうです。危ないですね。怪我しますよね。最も多かったのは、ボールペンだそうです。持ってるこのボールペンを投げつけてくるんだそうです。ただ、これ偉いですね。謝罪、誤リストには僕もなれないですけど、物を投げつけられたときに、 逃げたらあかんのですって謝罪誤りストのテクニックですよ。謝罪誤りスト、越川さんのテクニック。ボールペン投げつけられても逃げたらあかんのですって。うわーってこう逃げたらあかんのですって。何するんですかってやったらあかんのですって。そうすると余計相手に火に油を注ぐから。ただ、顔面に飛んでくるときだけ、顔面に飛んできたら危ないから、そのときだけは避ける。<laughs> このときだけは避ける。 でも、こっち飛んでくるとき、こっち飛んでくるとき、手前で落ちるとき、それは避けない、すごいですね、もうあの、動体視力がすごい、バッターみたいですね、選球眼がいいっていうやつですね、もうボール半個ずれてたら、もう涼しい顔してボールだと思って見逃すっていう、すごいなあ 謝罪の意を伝えるために、ボールペン、何が飛んできても避けないことにしていましたが、顔面に向けて飛んできた場合だけ危ないので、反射神経が鍛えられました。人は情報を、目から7割入れるそうです。伝え方が9割っていう本もありましたが、人は7割の情報を見た目、視覚から得るんだそうです。 時計を外すすんですって時計はいこの私のガーミンのパイロット時計衝動買いしてしまったやつですがこれ,これ外すんですって焼 <laughs> けてるんで跡がありますがこれ,これ外しますなぜか時計があるとついつい時計に目がいきますよね 早く終わらせたいんかお前はと怒ってる人に思わせてしまうんですってまたその時計がまあこの間も別のガーミンを持ってらっしゃる方から「あコモさんのガーミンですね」あのいやそのこれあのそういうスイスの高級腕時計チソットとかみたいなあのロレックスみたいなそんなやつじゃないんですがそれでも多分 十何万はしたと思うんですけど当時、えー、そのも,もっとの話をこの方は言ってらっしゃると思いますが、えー、高級腕時,腕時計をつけてきてるやつが謝罪に来ているとそれがムカつくっていうのであるいはその「お前時間気にしてんねやろ」うと相手に思わしたらあかんから腕時計を外すのは鉄則だそうですそしてまず挨拶をしてそこからの 45秒間で何に対して謝っているのかということを明確にしないと相手は何しに来たんじゃと言ってしまう今回は不快にさせてしまって申し訳ありませんでした不快だとかいうそういう曖昧な漠然としたことを謝っても 相手を余計怒らせてしまうだけです我々の起こしたこのトラブルによってどういう被害があってどんな不利益をもたらしたのかつまり相手様怒ってはるあなたが何に対して怒ってはるんですよねということを明確にした上で本日はそのここに至った経緯をご説明し 今後の復旧策について何分間で説明いたしますと謝罪の内容を言う。そこまでを45秒でしないというか、アナウンサーが原稿を読むとき、大体1分間で320文字ぐらいですかね。ええ、私の場合は、早口に聞こえさせないようにして3 4四五0文字読むことができます。それは文章の捨てるところと、 立てるところをもう楽譜のようにしっかりと書き込んでそれをコントロールすることで人よりも多くの情報を入れるテクニックをヘタピアナウンサーの私は身につけたんですが45秒間で105文字なんですってこれはまあ結構ゆっくりですよねまあ相手とちゃんと共有した上でっていうことなんで謝罪の際これは肉親や 友人であってもこの105文字で一体何についてどう謝罪しているのかっていうことをそこでまず明確にしておかないといかんのだそうです。和室の部屋で靴を脱いで謝罪し何とか許してもらったものの帰るときに越川さんの靴がなくなっていたんだそうです。靴どっかに隠されてたんですって。そそののままその家を出てタクシーに乗ったところ タクシーの運転手さんに夜逃げをしているか犯罪者だと思われてタクシーの中から警察に通報されそうになったんだそうです。星川さんが「いやちょっと謝罪に行ってまして土下座して謝ってる間に靴隠されてしまいまして靴がなくなってしまいました」するとその運転手さん不憫に思ったんでしょうコンビニに寄ってくれてサンダルを買ってくれたんだそうです。 <laughs> もう謝罪謝りストにはいろんな出来事があったんですね竹中さんの話も面白いですがまあまあちょっとあのフワちゃんの話からはあちょっともちろん離れて言ってるんですけどただ言いたいのはもうおもそらくタレント生命はもうないと思うのででもまあ別にそれで生命がなくなるわけじゃないので。 これまでの蓄えもあるでしょうからふわちゃんにはゆっくりと時間をかけて新しい人生を歩んでもらえればいいなと思いますしそれで「落ちぶれたから」って言って「いい日ひって呼ぶよ言ったり書き込んだりするようなひねた根性は私にはありませんのでどうぞ頑張ってくださいなんですけど、まあ、今回は安子さんに対してああいうひどいことを書いたわけなのでもうあの日テレとしたら日テレとしたら 24時間テレビの後に、えー、行列のできる法律相談所で謝罪をさせたらあの視聴率上がるやろうとやつらはそう思うでしょうがもうそんなことはしなくていいのでそんなことで恥じかく必要もないのであのもうタレントとしての活動はできないと思いますから今回の問題について安子さんと安子さんの側と。 しっかり向き合うというプロセスを踏み張ったらどうですかねで週刊誌も含めてあれやこれやと外野は言うとは思いますが私もそれ見てコメントはすると思うんですけどそんなことはもう気にする必要はないので,で特にあなたはもうこれからあのタレントでもなくなると思いますんで、えー、なくなったその元タレントとして別にあれやこれや言われる必要もありませんから。 <laughs> 私が未だにアナウンサーなのにそんな一視聴者をこんな殴りかかってくるようなコメントをして私は自分の気持ちを書いただけなのに何であなたにっていうまあまあそういうことを言ってくる人もいるんですけど <laughs> 私らアナウンサー辞めて25年も経ってますんでいつまでこの人アップデートしてへんねやと思うんですがまあまあ世間なんてそんなもんなんでそれはもうほったらかしにしてもらって結構ですから安子さんに対して、えー ちゃんと向き合って謝ってて謝、まあ、一方で安子さんがそれに対して許すも許さへんもそれをいちいち聞き出す必要も本来ないですよね。まあタレント活動としてはそこでそのやり取りを公表せなあかんかったり自分がこう思いましたとか、えー、ちゃんと謝ってくれたから許しますっていうことを。 ゆえという多分すごい圧力が逆,逆に安子さんにはあると思うんですけどねえあなたがいい人でいたいのならとかまあまあそういう圧力がかかるんだと思いますけどまあてなその日本の社会とかあー仕事の本質とか構造とかいうことに関わる大きなニュースだと思っていますので昨日私にえー しょうもない芸能界の話なんです,すんなよって言ってきたおっさん、えー、私が話したかったのはそういうことですので <laughs> 分からへんでしょうが、うん、そんなふうに思いますね、うんあのー、稲盛和夫さんがねからの教えはいくつもありまして。 人生仕事のの結果方程式っていうのがあります何度もお話ししてますが人生仕事の結果方程式成功のその、まあ、点数ですね点数で言うとどこまで成功したかっていうのは3つの要素で決まりますそれらは掛け算ですっていうふうに言ってあります考え方×熱意×能力考え方× 熱意能力それが結果として現れる、その成績ですと。で、熱意と能力は0点から100点まであります。ですから、熱意×能力で最高点100点 ×100 点やったら1万点になります。10点と50点やったら500点ということになります。 まあ掛け算ですからどの順番にかけたって掛け算だけなんで指則計算の法則で言うとどうでもいいんですがただこの順番には意味がありまして熱意かけるる能力それで決まるもののの最初のところに考え方というものがありますこの考え方は0点から100点じゃなくてマイナス100点からプラス100点まで考え方というのはマイナスもありますっていうふうに稲森さんは教えてくれまりました。 能力,能力は先天的なもの後天的なものはあります熱意というのはそのことにくくあの食らいついていくその熱意ですねでそれはゼロからプラスの100までそれぞれその状況の中で答えが出てきますただ考え方はマイナス100からプラス100つまりフワちゃんの考え方 斉藤元彦知事の考え方がマイナス方向に働いていたら彼らの能力とそして、えー、考え方か能力かける熱意考え方か熱意かける能力、うん、能力や熱意があったとしても考え方のところがマイナス方向にマイナス1であったりマイナス100であったりってなってしまうと例えば 能力も熱意も1点ずつしかない人最低の1点ずつしかない人そこ1でも考え方がプラスならプラス1でも 1×1×1 でプラス1考え方がプラスの方向に10ならプラス10プラス100かもしれないでも斎藤知事の考え方が利己的なことであってフワちゃんがおごった考え方でマイナスの方向で 向き合っていたんだとしたらそれはマイナス一であったりマイナス百であるので東大を出てようがどれだけ視聴率を取れる人であろうが考え方がマイナスであれば結果はマイナスになりますよということをまあ井上さんは教えてくれたわけですねここですねうん。まあ実に当たり前のことをずっと教えてもらってたんですが今回もそういうあの言葉を思い出しました 時刻は十時三十九分。さて、広島の話と、鹿児島の話が残っておりますので。引き続き、お話をさせていただきます。広島は今日八月六日、原爆の日を迎えました。八月九日、長崎。そして、八月十五日が敗戦の日であります。私の大好きな、元朝日新聞記者、現在フリーランスで、お子さんと。お。 楽しく生活をしながら、大変なもう全国、股にかけて動いてあります、宮崎苑子という人がおりまして、とある方をきっかけにお知り合いになりまして、先日はポリタス TV、ここで収録をさせていただいたりしております。彼女が広島を中心にまあいろんな取材活動を続けていまして、僕たちが思っている広島、平和都市、広島。 そこで G7 も開かれて、世界首脳が集まって、で、原爆で犠牲になった人たちに、神戸を垂れてっていうふうに、なんとなく、なんとなく思っていらっしゃる方が多いでしょう。大阪のおばちゃんがみんな、あめちゃん持って、おせっかいで、ヒョウ柄の服着て、ゲラゲラ笑いながら、串カツにソース2度漬けして、 みたいなまあまあそういうそのえ京都の人はみんな舞妓さんどすえって言って言まあ舞妓さんのほとんど京都生まれじゃないんですけどまあまあそういうイメージの世界っのがありまして広島というのは平和の町ただこのところまあある意味急速にと言っていいのかもしれませんね市長松井さんでしたっけえ教育職を使ってえ職員の研修を行ったりしている この人の人図書館の移転の問題であったりとかいろんなことが我々の思っている部外者県外者が見ている平和都市広島というイメージとは全然違う方向へ行ってますよとで今日の冒頭え平和記念の,その式典の行われる会場のあたりからですね排除させられた君たちと呼ばれる 警察官が君たちと呼んでいる <laughs> まあ反核運動の人であったりとかっていう人たちが排除されていってたのを見ていただきましたけれども僕はまあ度々お話しているようにその大声を出したりヘルメットかぶったりっていうのをまあ僕はあの好みではないのでえまあ私にできることはこのええ声でええー じっくりとお話をするっていう戦術を取っておりますので、うん、あんまりこうプレヒコールというのはしないんですが、まあ、しかし拉致あかんという中でやむにやまれずみんな集まって、まあ、だいわゆる大委員っていってねあの死んだようにこう地面に寝っ転がるとかですね、うんまあ、プラカードを持って集まるもそうですしさまざ、あ、まなその 自分たちの思う正義で抗議の人たちっていうのがいます。もちろん式典なんでねその人の死を悼むという意味合いで静寂な中でまあまあ蝉はうるさいですけどこの時期あの行われるべきだっていう考えももちろんそれも分かるんですがあまりにもその権力の側があ異論を排除して。 例えば、イスラエルの代表をです、ね、招くのか、招かないのかということについて、えー、ロシアとベラルーシは呼ばれてないんですね、そウクライナに侵攻してるから。というのは、まあまあ、国の方針でもあるわけですけど、それはそうですと。で一方、今、イスラエルがガザで何をやってるのかっていうことでいうと、お パレスチナーこそ呼んでイスラエルは呼ばないっていう考えもあるっていう人たちの声なんかもですねもう完全に抹殺をしてしまっているっていうそういう広島の状況があります。ただこれが僕はまあ宮崎園子さんを通じて あるいは彼女が発信してくれる中国新聞なんかの記事を読んで僕はそういう動きの存在を知ってますし G7 でまあ広島でやったというのはま岸田さんにとっては大きなああもう日本のノーベル賞をもらえるぐらいのことやと思ってはるのかもしれませんがまたまたま自分の順番の時に回ってきただけの話ですがあのそこの広島で何が行われたかというと。 核のない世界を目指しましょうということを核保有国に呼びかけてるんじゃなくてやっぱり核持ってたらお互い抑止力になるよね核持ってないと放棄するとウクライナみたいに背負込まれちゃいますよねやっぱりお互い核を持つってそれをコントロールし合うっていうのは大事ですよねっていう話をわざわざ広島の原爆落とされた地のその多くの人が亡くなっている場所でやっているっていうことの まあまあ無頓着な人もいるでしょうけど問題があるんだっていうことをこう報じていない人たちあるいはそれをそのいう言論を押さえつける今の広島市長とかっていうのがいるっていうことですね。j b プレスに今日宮崎園子さんが出向した記事後で貼り付けておきますけれど。 まあ、あの行動とかも含めてで言うと別に僕はあの彼女たちと一緒になってシュプレーヒーコールをあげたりとかっていうことでは決してないんですけれどあのやっぱり伝えるか伝えないかっていうところがすごく大事なことで伝,わ伝,わってな伝えるメディアがないとみんな知らんままなんですよね。 まあ、この私のは今何,何万人でしたかね、まあ、6万何千人のチャンネル登録者はあになってきてありがたい話で今も1,000人を超える方にご覧いただいているんですけどただやっぱり全然そのかつていたラジオやテレビの世界のマスメディアと比べると私の持っている影響力なんてもうほんのにほんのもう。 見るほどもないようななことなのでその力を持っている大手メディアがやっぱりきっちりとここが問題ですよっていうことは賛否両論あるにしてもこういう声がありますっていうことをきっちり伝えなあかんと思うんですが伝わってないんですよねまあまあそのためにできることというと本当私は小さい声ですがこのええ声でしゃべり続ける毎日やって大変ですねって言われますけどその毎日やらないと。 毎日やらないと伝わらないんで、うん、これからもやっていくんですけど、まあ、広島の今日のおそらく勇敢のあるところは、綺麗な青空の下ですね、人々が集まって、厳粛な雰囲気で、えー、平和を祈る人たちが集まりましたと、で市長がこんな偉いことを言いましたということ。 総理大臣がここうういうことを言いましたっていうところで終わるんでしょうけれど実は現場である広島では結構ひん曲がった方向に物事が動いていってますよとそれでいいんですかっていうことでこれをちゃんと伝えないとちゃんと伝えないと東京の人も大阪の人にも伝わってないっていうこの現実兵庫のことが東京の人たちに最近になって伝わった鹿児島で起きていることが あそして、木原事件がどうなってるのかということを、<laughs> 私のような人間が細々とずっとやり続けないといかん、この状況というのが本来おかしな話で、マスコミの皆さんにはもっと頑張っていただきたいなというふうに思います。えー、最後に、鹿児島県警の巡査長に有罪判決が出たというニュースであります。<noise> あの本田さんの方ではなく、生活安全部長だった本田さんの方ではない、えー、藤井さんという鹿児島県警巡査長であります、地方公務員法違反、守秘義務違反の罪に問われました、捜査状況をまとめた資料などを外部に漏らしたという問題であります、漏洩を正当化できるものではないと、本来この情報を漏らしたこと、まあ、その行為自体は、彼は認めておりまして、 それは警察の仕組みに問題があるからなんだというふうに言ってたんですがえで実際その捜査資料をですね早く廃棄しなさいっていうこんなん残ってたら冤罪やなんやかんやって騒いでくるやつらのリを利するだけなので警察が持ってたってあれやからとっととあの自分らにとって都合の悪い 有罪ーーやと思うやつを有罪ーーにした証拠以外は、とっとと捨ててしまえっていう、そういう文書が出ていたわけで、正義を追求するなんてなことは、1ミリも警察は考えてないぞっていう、そういうことを明るみに出したんですが、それは情報漏えいであるということで、有罪になっております、結果、えー、懲役1年の求刑に対しまして、判決は懲役1年、執行猶予3年と。 いうことでまあ、執行猶予なのでこのまま刑務所には入らなくていいわけではありますが性的暴行を受けたとして女性看護師が告訴した事件で捜査の在り方に疑問を抱いたことも理由の一つだというそっちの方がより大きな問題だと思うのでありますが裁判官判決理由で100以上あっ 事件の情報流出の大部分が事件への疑念や警察組織への不満とは直接関係ないものであったと。ああ情報提供で記者の信頼を得ることが主な動機であったと。まあ、だから記者が幼稚園さがけしてで本来なら情報漏洩であるのは分かった上であの事件。 のことなどを聞き出しているそれが記事になっている、まあ、そのことは致し返しであのそうでもしないと警察の台本へ発表だけを流してたんではあかんという問題はも,もちろんあるんですけどうんいやいやそ要はみんな頃合いみたいなことですかね、えー、捜査資料や証拠品への警察の対応などが一因と認める一方で 即断や思い込みにより疑念や不満を募らせた側面が小さくないと述べまして裁判官はアウトだと。有罪ですと。執行猶予は3年つけてあげるけれども、うん、懲役1年ですよと、えー。被告判決後、控訴しないという意向を取材に対して示しております。まあ、なので彼があその守秘義務違反ということについてですね、うん、犯行を認めて、 で懲役1年という判決も不服とせずということは、まあ、彼の人生としてはそれはまあ分かるんですけれど、ただ、結局、このまま鹿児島県警の闇が闇のまま葬られたとするならば、やはりこれは大きな問題だと思いますので、えー、本田前生活安全部長の裁判をはじめです、ねえー、ニュースハンターとともに、ヤニュースハンターのお尻にくっついていって、えー ままた情報があれば皆さんにお伝えしていいこうと思います何せ知られないことは存在しないことなので知られてないっていうことは存在してないということになるんで普通に MBS のラジオを聞いてある人らはテレビ見てある人らはもう兵庫県こんなことなってるってそんなに分かりはれへんのですね前からずっと言ってたんですけど前からずっと言ってるんですけどあの人らが伝えへんかったら伝わらないんですねみんなにみんなに。みんなに なのでどうぞ皆さん私のチャンネルがより多くの方に見ていただけますように拡散をお願いするところでございます。ポチっと高評価チャンネル登録そして「こもちゃ」あるいは「てんこ盛りクラブ」へのご入会入会してるけれども知らない間にクレジットカードの番号が変わって払ってなかった人 <laughs> いらっしゃいましたんでまた再入会しといてくださいませ。 えー、8月分からで結構でございますので間抜けているところを払えとは言いませんのでまた新しく入会していただければというふうに思います以上本日の長官チェックでございました長時間ご視聴ありがとうございました今日はこの後対談の収録がございましてそれは何かと言いますと一人親ままあまあ母子家庭が多いでも父子家庭もありますよね えー、学校通うのになかなか問題のある経済状況、一人親の平均年収っていうのは本当にびっくりするほど低いです。そんな中、学校へ行くために、今はみんな塾へ行かんとなかなかね、塾行かずに学校と図書館だけで勉強してっていうわけにはいきません。その塾代を出して 子どもの未来を可能性を広げ広げてあげようというそういう活動をされている財団が大阪にございます弁護士さんがもともと声を上げて募ってやってらっしゃる財団があるんですけれどもこの方とお話をいたしましてひとり親の子どもたちが抱えている問題とその奨学金が要は塾代を出してあげるんですけどその塾代を出すっていうことで どんな未来が広がっていってんのかっていう、そういうお話を対談で聞いてまいりますので、近々公開をさせていただきます。では、また明日インジャンをしてお別れすることにいたしましょう。小森さん、コモリヤでございました。では、あいります。また明日、インジャン、パー。今日も良い日でありますように。失礼します。